目指せ商店キュンジニコロシアム。何これ。女子というのは男子が思っている以上にいつでもキュンキュンしたいと思っている生き物なんです。そうですよね、キュウイさん。はい、キュンキュンしたいです。そうなんや、はい、でも男って何歳になってもそれのツボ全然分かってないんですよ。そうですよ、そうなんですよ。ほんま分からへんよな。なんならキュンキュンしたままあの世に行けるキュンジニこそ全ての女子が憧れる理想の死に方と言っても過言ではありませんということで、まずは町の女子たちにキュン死にしそうになった瞬間をいろいろ聞いてきましたので。なるほど。はい、そちらをご覧ください。思わず心臓が止まりそうなほどときめくキュン死に女子にとってはたまらない瞬間。世の女子はどんな時にキュン死にするのか、渋谷で街頭調査。まずは女子大生、彼と付き合って2週間経った頃の出来事。彼と学科が違くて、なんで授業が違うんですよ。でもなんかそのいつも一緒に受けてる子が急にちょっと今日行けなくなっちゃったみたいな感じで、私が一人になっちゃった時とかに、あ、じゃあ俺も暇だから一緒に受けに行ってあげるよって来てくれるみたいな、授業にで一緒に横で受けてってくれるとか。で2人で座ってて、なんか、まあ、時々机の下で手つないでたりとか、なんか向こうから手つないできてくれて、なるほど。全国邪魔やけどな。全国行って、つないで。こういう感じでつなぐ。机の下で。つながれてどんな気持ちでした？いや、もうなんか全然授業集中できないです。授業終わりまでずっと手はつなぎっぱなしだったそう。続いて彼からの LINE にキュン死にしたという女子大生。なんか飲み会とかで LINE で飲んでるよって言ったら、男もいるのみたいに言われて、いるよって言った時に、いや他の触らせたくないみたいな。最高です。男がいる飲み会へ行った彼女を心配した彼からの LINE。 ユキノは俺とだけ。飲み会中 LINE すな。他の触らせたくない、独占欲だよ。うそういうのちょいちょい送ってくるから、この人のものみたいな感じで嬉しい。男子の可愛い嫉妬心に女子はキュン。元彼の話なんですけど、なんかサウジアラビア人と付き合ってた時があって、いやすごい私大阪出身なんですけど、東京港遊びに来てて、いろんなとこ観光をしてたんですよ。で彼に、え、東京と大阪どっちが好きって、 Which do you like 東京は大阪って聞いたんですよ。そしたら No, I like you って言われたんですよ。これは海外の人の人っぽい感じだね。 Which do you like 東京は大阪、いい、ね、No, I like you。 いやいや、改めて自認するほどのことじゃない。軽いジョークが女子に突き刺さることも。あ、だって今の大阪弁やと滑ってんもん。続いては夜の営み中、上に乗ったお姉さんがキュン死にした彼の言葉。大丈夫かこの差し絵。可愛いって言われたら普通にキュンとしない。男の人からしたら普通の体勢の時って多分女の子が一番ブサイクな体勢の時を見てるんですよ。下からアングルじゃないですか、ここから見るでしょ。でもその体勢で見た時に可愛いよって言われると好きってなる。非常に19歳。相手を気遣えるのが素敵じゃないですか。非常に19歳だね。自分の処理のためだけじゃないか、あれはその話してんねん。そういう言ってくれると。セクってるってこと。あ、はっきり。セクも分かんない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 。ポンポンとか来たら最高です。セクレとのなんちゃらとかいろいろ言ってくれる。プレイ中の可愛いは萌え殺しワード。続いて広告代理店に勤める25歳の女性。相手が41なんですよ。最初にその出会った時に、じゃあなんかよりその夜を楽しむために、じゃあなんかこういう道具をちょっといろいろ買ってきたよみたいなのがありました。すごい話してるみたいな。それはお姉さん的にキュンだったんですか。キュンでした。マジで。こんななんかいろいろやったことないのに揃えてくれたのみたいな。なんかその自分がなんだろう、やってみたいなみたいなのを言ったことをすぐなんか
ちゃんと買ってきてくれたりとか。ちなみに何をやってみたかったんですか。リアクションつけるとすごい感じやすくなるみたいな。なんやこのマジ。YouTube で見られるのはここまでです。アベマならニューヨーク恋愛市場を最初から最後まで存分にお楽しみいただけます。動画の続きはここをクリック。